満十四年、西暦では1027年の今日、平安時代、藤原氏最高の隆盛を築いた藤原道長が亡くなってますね。道長が関白になったのは33歳の時。これは道長の姉さんで、一条天皇の生みの親、千子の推薦によるんですが、その後も御身安泰を図らなくちゃいけない。そこで取った手段は政略結婚。まず長女彰子が12歳の時に一条天皇に嫁がせ、次の三条天皇には次女剣子を嫁がせ、その後の五一条天皇には自分の孫を据えて、しかも三女一子を嫁がせと、まあ、こういう具合に我が世の春を謳歌したんですね。この世は我が世とぞ思う望月の、かけたることもなしと思えば大変な自信。ところがだんだん世の中は乱れていくんですが、こうなると道長は今度は来世への準備、願わくば死んだ後極楽浄土へ行きたいと都合のいいことを言って失敬してお祈りばかり捧げていたそうです。そして62歳で亡くなったんですが、ともあれこ宇治平等院は今も藤原氏一門の栄誉映画を伝えています。